12月ファンタジア文庫の新刊が発売されました。新シリーズが驚異の6作品ありまして、最近はファンタジア三昧でしたね。こちらはすべて読んだので感想を話していきたいと思います。評価はいつもの5段階でやっていきます。よろしくお願いします。まずはこちら。ッチハントのの卒業計画孤高の対魔女女兵器女子高に潜入する僕の評価は 5ですね。人類と魔女の戦争が終結し、魔女狩りと呼ばれる兵士の最高傑作であるクオは、魔女が滅んだ世界でもう必要ないからと処分されようとしてるんですよ。なのでクオは自分の安全性を示すために学園に行き、力を使わず普通の学生として過ごせという任務を遂行すると。しかし潜入先の学園には旧敵である魔女の生き残りや、クオの任務を監視する魔女狩りの後輩なんかもやってきてわちゃわちゃする学園ガールミツガールです。 正直悪いとこがなかったですね全部が良くて面白かったです少女たちがとにかく自分の手で幸せを掴んでいこうっていう前向きなお話でしたね何より主人公のクオが可愛いマジで可愛かったです人見知りでとにかくアワーはしてて学園に行く時も校門くぐっただけで満足したり何かするたびに頭の中のイマジナリーフレンドと喜びあったりして典型的なコミュ障キャラでしたねバトルの時はめちゃくちゃに強いんですけど普段は魔女狩りの 最高傑作としての威厳は全くなかったです可愛い,い。そんなクオが最初に仲良くなる魔女の生き残りのルカ。魔女と魔女狩りで立場は完全に敵対同士なんですけど、ルカはとにかく平穏に生きたいんですよね。平穏に生きたいルカと魔女狩りだとバレたら処分されるクオの秘密の友人関係が始まると。どちらもやっぱまともには生きてこれなかったんですよ。だからこそ普通に生きようと努力する少女たちと、そうはさせまいとする運命がぶつかり合う。そして自由をつかみ取る。 っていうすごい壮大なストーリーでした他作品のね名前出すのは失礼なら重々承知なんですけどバイオレットエバーガーデンみたいな兵器として育てられた少女が人間らしくなっていくみたいな心温まる話でした日常パートはクオとルカの会話がメインで人見知り全開なクオで笑えたんですけど途中からツッコミ役のキャラが出てくることによってよりテンポも出て面白くなっていきましたバトルは派手でかっこいいしクオは可愛いし会話もいいしで最初にも言いましたが悪いところ がなくてすごい完成度の高い学園ガール3つがあるでした気になった方はぜひ読んでみてください続いて性別不詳 VTuber たちがオフ会したら俺以外全員女子だった第8回各読むウェブ小説コンテストラブコメ部門特別賞コミックウォーカー漫画賞受賞作です僕の評価は 2ですね。性別不詳の VTuber グループで活動してる主人公のめぐみ。ある日そのグループでオフ会をすることになり、集まったら自分以外全員美少女だったと。性別不詳系と言いつつ、どぎつい下ネタばかり話してたから、勝手に男だと思ってたんですよね。それで美少女だったことに動揺して、そのオフ会が終わると。そしたら今度はめぐみが中性的な声だから女なんじゃないかみたいな噂がネットで出回って人気になっていくという話。とにかかく最初から最初ら後まで性別に 振り回されるストーリーでしたねどぎつい下ネタも気軽に話せる親友がいきなり美少女でしたってなって少し関係にひびが入るんですよねでもそんなの関係ないと性別関係なく親友になれるのを証明する一環でした友情と恋愛感情が絡まる展開親友の友が思考を先走る暴走系のヒロインでしたねこんな普通に見えてずっと 下下下ネネネタタタししかかかかか言っってなななないいいんででですすよ下ネタじゃない話のの時でも自自分からエロロ方に自爆するなかなか新しい下ネタ系ヒロインで面白かったですねただ、勘違いコメディーとしての面白さは見れたんですけど、キャラ全般深掘りされてなくて、すごい荒削りだったなーって思いました。あと、それぞれのキャラに本名と VTuber の名前があって、しかも一部はあだ名で呼んでるんですよ。それにより、もういろんな名前がめちゃくちゃに飛び交うので、読んでてかなりストレスかかりましたね。なので、読み心地がちょっと悪かった。 ただ最近多用されてる配信切り忘れ VTuber ものじゃないってだけでよくやったなって思いましたね続いて俺に疑問ができた後の実前の変化がこちら僕の評価は 3ですね主人公、コウキの妹、ユキは兄嫌いなんですよね。何言っても冷たくあしらってくると。そんなある日、親が再婚して、いきなり義妹が二人できちゃうんですよ。その義妹は、コウキと中学時代から繋がりのある後輩ちゃん二人で、初日からコウキと親しげに話すんですよ。それを見たユキは、もう兄離れはやめたと言って、今まで冷たくしてた分を取り返すかのようにベタベタするという話。ユキは兄離れしようと頑張ってただけで、別にもともと嫌ってたわけではないんですよね。 そして、ゆきとギマイちゃんたちも同じ中学なんで、知り合いっちゃ知り合いなんですよ。だから、ここはここでガヤガヤする感じでしたね。そんな感じの甘々ラブコメかと思ったら、実はそこがメインじゃなくて、家庭環境の問題に焦点を当てたストーリーでしたね。兄と妹とギマイの三角関係に、昔の出来事も絡んできて、かなり複雑になってるんですよね。そんなバラバラの関係が、一つの家庭として、家族としてまとまるまでを描いた、心温まる話でした。実枚なんですけど、 異性として好きなんてくらいお兄ちゃん大好きな王道妹ヒロインと明るくて話しやすくて学校でとにかくモテる後輩ヒロインそしてバスケの天才で大柄だけど器用な最年少ヒロインと多種多様でしたねでも共通して言えるのは年下ヒロインの可愛らしさを存分に味わえたなぁと思います後期も鈍感とは無縁の気遣いとかできて優しすぎずちょっと S なのがかなり好きでした兄弟同士でちゃんとシスコンとブラコンなのも良かったと思いますということで読む前の様 を超えるしししっっかりたたストーリーリがあったので評価3にしてます気になった方はぜひ読んでみてください。続いて、強すぎて学園であぶれた俺、ぼっちな先生とペア組んだら元王女だった。第8回各読むウェブ小説コンテスト各読むプロ作家部門特別賞受賞作です。僕の評価は 3ですね。元傭兵で常識知らずの主人公ナインは考え方とか戦闘スタイルとか何もかもぶっ飛んでて学園でぼっちなんですよね。そんなある日授業で二人組作ってと言われるが当然ナインと組んでくれる人はいなくて見かねた担任のアイシアが組んでくれたと。しかしこのアイシアも元王女で現聖女っていう何か秘密を抱えており、 っていう話ちゃんとした教育を学んだアイシアと実践で学んだナインのデコボココンビなんですけど、ナインはアイシアから曖昧を学んでほしいと言われるんですよね。ルール上は問題ないけど、それ人としてどうなのって言われる曖昧な境界線を学園で学んでほしいと。ナインは君出身で本当に常識知らずなので、案の定学園では貴族とのいざこざとかあるんですけど、そうやっていろんな人と関わっていって人間として成長していくと。ただ一巻はナインとアイシアも ナイインと言っていいストーリーリでしたねナインの人としての成長とアイシアの秘密が見れた一巻だったんですけど、これがあんまりいい感じに混ざってなかったなーって思いました。 一気に詰め込んだなーって感じちゃいましたね個人的にアイシアから人間としてのいろんなものを学んだ9が後々その恩返しとしてアイシアを助けるみたいな展開で見たかったなーって思いましたただ最後にその2つの要素が徐々にまとまり出して終わり方も良かったんで評価自体は3にしました気になった方はぜひ読んでみてください続いて美少女揃いの英霊に育てられた俺が人類の切り札になった件アニメ化もした空戦魔導士候補生の教官の著者諸星優さんの最新作です僕 の評価は 2ですね。主人公ウィリアムにはセシリーという幼馴染みがいるんですよ。そのセシリーが魔導士団に加入することが決まり、大好きなウィリアムと離れ離れになってしまうと。その時にウィリアムは魔力がなかったんですけど、魔力がなくても迎えに行くよと約束したんですよね。そこから10年経ってセシリーは機大の天才魔導士となるが、ウィリアムは魔力が未だに覚醒せず、最弱兵器の名前で下げまれてるんですよ。そしてウィリアム自身ももう諦めて授業をサボったり怠惰に過ごし してるんですねそんな日々の中、とある悪友が、この学園にはとてつもない力が手に入る指輪があると言ってくるんですよね。それを半信半疑ではめたら、4人の美少女が現れて、話を聞くと、1000年前の犬聖と魔王と大天使という最強の方々なんですよ。そんな彼女らに脅されて強制的に訓練するようになり、最弱兵器としての日常が変わっていくといったストーリー。王道な展開に共感者が加わったような感じでしたね。1巻の大部分が首相たちとの 訓練でしたウィリアムはさっき言った通り授業をサボったりとにかくやる気がないんですが4人が人外すぎてウィリアムの体を乗っ取れるんですよね乗っ取れるからウィリアムの意思関係なくことが進んでいきますそうやってとんでもないスピードで強くなっていくんですが強くなると訓練をサボっちゃうから師匠たちはあえて強くなってることをウィリアムに言わないんですよそのおかげで自分を弱いと思いながらも他の生徒を圧倒していく無自覚最強系になっていくんですよね今までバカに してきた貴族とかをナチュラルに煽っていく感じはやっぱ爽快感ありましたねただ一番成長したのはウィリアムの精神面ですね力を持ってできることが格段に増えてその力を何のために使うのかっていうもう一歩進んだところがメインになってて読み終わって主人公の人間としての成長が見れましたただその代わり師匠サイドの深掘りが全然なくて魔王とか剣聖とかがまとめて指輪に封印されてる理由とかもわからないしとりあえず強いやつが師匠になって弟子を を鍛えましたっていう雰囲気になっててまだよくわかんないっていうのが正直な感想ですかねもうちょい事情がわかれば師匠側の熱量とウィリアムの成長が合わさってすごい好きなストーリーだなって思いますなので2巻以降もしかしたらじわじわ面白くなる可能性あるなって思いました気になった方は読んでみてくださいラスト6作品目やり直し悪徳領師は反省しない僕の評価は 3ですね。悪徳漁師として処刑された主人公フラッドが気がつけば2年前に戻っていて処刑エンドを防ぐために改心するわけではないんですよね。2週目も改心しないんですよ。とにかく処刑されたくない貴族やめたいという思いで保身に走りまくる指示を出してたらなんか上手い方に転がって名声が上がるという勘違い悪徳漁師ファンタジーです。ガチガチコメディーでしたね。フラッドがとにかくアホなんですよね。でも素直で正直で涙もろくて人 人間臭い愛すべきアホなキャラで結構好きでしたそんなフラッドに忠誠を誓うエトナとの家族よりも深い絆なんかも良かったですねめちゃくちゃ独善なんですけどなんだかんだフラッドに甘くて1週目ではみんな裏切って誰も残らなかった中唯一最後までフラッドのそばにいたっていうこの秘めたる忠誠心がいいですねアホな主人と口汚く突っ込むメイドっていう主従が逆転しているような会話が笑えましたあとフラッドは弱い心を見抜かれないように顔の良 良さでカバーするところもあったりしてやっぱ顔がいいのは得だなって思いましたね改めて作者さんが後書きでおっしゃってるんですけど善行や悪行に対する報いが軽すぎたり重すぎたりしないように気をつけてたということでそのおかげで読みごたえがあるところはしっかりあるように作られてましたこちら気になった方はぜひ読んでみてくださいはいということで12月ファンタジア文庫の新作レビューでした左上から右下に向けておすすめ順に並んでおりますウィッチハントは相当ポテンシャル高かったので 読んでみてくださいこちら全て概要欄に購入リンク貼っとくので気になった方はそちらから購入してみてくださいここまでご視聴ありがとうございましたぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますここからねまた投稿頻度が月末なんで上がっていくと思いますというわけで別の動画もねぜひとも見ていってくださいさよなら